トホホの ww w 入門はホームページ作成に関する情報を解説したウェブサイト。1996年9月10日にトホホの HTML 入門の名称で公開され、トホとトホホママの夫婦によって運営されている。HTML や JavaScript CGI、スタイルシートなどホームページ作成に関する情報を解説したウェブサイトである。 中心となるコンテンツは基本編、プログラミング言語、応用編に分類されており、初心者から上級者までをも対象としている。また古い機種のパソコンや閲覧ソフト等を用いているユーザーが不自由なく閲覧できるようにも配慮されている。ドホが1996年にパソコンを購入してホームページ制作を開始した当時、日本語で ホームページ作成のために HTML を解説した書籍がなく苦労した経験から英語で記述された根付一部ナビゲーターのマニュアルや HTML の規約集を参考に初心者にも理解できるように解説をまとめ同年9月10日に徒歩ホホの HTML 入門として公開されたのが始まりである2001年には朝日新聞の記事において菅谷光に HP 作成にため必要な言語の解説がサンプルを含め丁寧にまとめられていると評されている。金田義博は同様のテーマを扱ったウェブサイトの中でもとりわけわかりやすく人気が高いとしている。雑誌においてサイト内のコンテンツであるトホホの JavaScript 入門やトホホママのペイントブラシテクニックも紹介されている。 ドホが高校生であった1980年代初頭、弟が親に買ってもらったコモドールのホビーパソコンで、兄弟と遊んだり、インベーダーゲームのようなゲームを作ったりしたのが、プログラミングと接した始まりであるという。その後、愛媛大学物理学科に進学し、在学中にプログラミングについて学び始める。大学では、プラズマの温度をパソコンで計測する方法について研究しており、また、 プログラミングのアルバイトも行っていた。1988年に、広島市のソフトウェア会社に就職し、インターネットの研究に携わった。1993年には、大学の SF 研究会で知り合った、とほほママと結婚している。AB、娘に情報が古いと指摘されます死にサイト、とほほの WW w WW 入門の管理人って、どんな人 五反田計画。菅谷光面白。サイトホームページ自作派に味方。朝日新聞2001年1月12日付有刊、6名。宿冊版594ページ。日経ネットナビ2001年2月号。日経 BP237 ページ。あちゃら2001年7月号。リクルート302ページ。ありがとうございます。